この占い、信じるか信じないかはあなた次第です。やりすぎたまきの都市伝説検証コーナーです。いつもより小声でお送りしております。恐る恐るですね。恐る恐る撮ってみようかな。そして公開試しにしてみようかなという感じかな。皆さんの反応もちょっとわからないし、どうかな。YouTube さん的にもどうかなっていうのをちょっとビクビクしながらやってるので、いろいろよ、様子見ながらですね。はい、いや、今まで、事件とか、行方不明とか、未解決事件とか、一切扱いませんとかね、犯人探ししませんとか、言ってきたんですけれど、ですね、今回、この事故の、被害者の方の、親戚って表現しますね。親戚の方から、ちょっと占ってみてほしいみたいなことをね、ちょっと言われまして、接触がありましてですね、動画にしていいよっていう、まあ、その方、お一人だけの動画にしていいよだから、他のご遺族の方がどう思うかっていうのはちょっとあれなんですけれども、さらっと占ってみようと思います。なので、まあ、いろんな説がありますよね、これ。あ、これ普通に、あれじゃん、7番目として、何の陰謀もなく、普通の事故。うん。普通の事故って、なんだろう。航空機の飛行機の問題。うん。飛行機側の問題ですね。これを入れなかった。まあ、これであってほしいんですけれどね、普通の事故、飛行機側の問題で、悲しいことに、こういうことになってしまった。っていう説なのか、いや、この辺のね、何かこう、陰謀をめいた説が世の中にあります。ジなんとかのミサイル誤射説。米なんとかのミサイル誤射説。3番目。ジなんとか機の衝突説。4番目。米なんとか機の衝突説。5番目。ジなんとかの標的機が衝突してしまった説。6番目、護衛艦ってことは船だよね、のミサイル誤射説。こんな感じで、まあ、日米の何がしかのなんかをが間違えてぶつかっちゃったんじゃないか説。で、それを隠そうとして、救助をわざと遅らせたんとか、そういう目撃情報がね、ネット上に結構ありましてですね、私も何個か見たんですけれども、実際この目で見たっていう方の証言のブログとか、その当時実際落ちた時に行ったら生きてる人がまだ大勢いるのに助けてなかった。そう、助けてなかったり銃声が聞こえた。あと、その助けるべきなんとか、こう、じなんとか隊の人たちが、助けるんじゃなくて何かを一生懸命探したりしていたとか、そういうのを目撃したみたいなブログもあったりして、わかんないでしょと。作ろうと思えばいくらでも作れるだろうけど、でも、すごく具体的に描写されているので、すごくリアリティがあって、ああ、どうなんだろうな、みたいに。で、それがね、なんか一つじゃなくて、いくつか似たような証言が出ていて、そう。救助をわざと遅らせたんじゃないか。もうこれ最大限こうまどやかな表現にしてるからね、これ。遅らせたところじゃなくて、いろんな他にももっと過激ななんか表現の説とかって、うん、わざと遅らせた。いや、それが最速の救助を行ったのか。どうなんだろうか。これどう、占っていいかしら。どうかしら。まあ、これもアップして公開してやばいなって思ったらすぐメンバーシップに行くか非公開にするかなんかするかもしれないけど、ちょっとね、真実が知りたいと、ご遺族の近い方が、うん、知りたいっていうことで、ちょっとそうね、私もなんかちょっとその知りたいのをお手伝いって言ったらおこがましいけどね、なんかのヒントになったらあれだなと思いまして、今回ちょっと試しに、今までやってこなかったんですけれども、気持ちがぐらついて、お許しくださいませ。はい。
ということで、今書いた 1,2,3,4,5,6,7 ざっくり今の中で7つの中でどれですかって聞きますね。1番から7番の中でこれだという原因があったら教えてください。なんだろう、ここに書くのは1番から7番原因はどれですか、そういう聞き方かな。うん、1から7まで、ね、いつもよりね、とてもとてもエネルギーを使いますね。全身全霊を込めて真剣に丁寧に占おうと思います。いつも丁寧じゃないのかと言われたら、いや、いつも丁寧なんだけど、いや、重みが、だって命の重みがすごいのしかかってるからね。な、今、そう、結構ずっしり来てますよ、私も今。はい。まず1番。悪魔、1。1ね。2、タワー。結構強烈なの、最初から行くね。3、戦車の逆。4は違うかな。これ強烈だなと思って。5、6、違うかな。7、皇帝か。一番いいカードが7だったな。そうか。ズバッと出ました。これじゃないかな。1、でも1と2、微妙に違うんだよ。1は字なんとかで、2は米なんとかなんですよ。1か2かな。そうだね。こんなに重々しいカードを出すっていうことは、そうだね。多分ね。7の普通の事故であってほしかったみたいなのは、ちょっと違う、考えられないかな。1か2かな。じゃあ、救助をわざと遅らせたのか、いや、最速で行ったのか。これは、もう最善を尽くした。ね。人の道っていうか、人道的に、助けるぞって、最善の最速のスピードでやったならいいカードですよ。何かこう、秘密のカードとか暗いカード、出たら違うかな。とてもとても緊張するね。緊張するし、ずっしりくるね。なんか肩にずっしりくるよ。うん。背中が、私の背中から頭が重い。非常に重い。魂に、ゆっくり、穏やかに眠ってくださいってこう。眠るって表現もあれだな。唱えながら占っておりますけれども。最速で最善だったか。いや、違ったか。あ、これは最速だったんじゃないかな。ズバッと出ました。あ、これに関しては、最善最速だった気がしますよ。ここには何の陰謀もなさそうです。はい。なので、次男とか対話、一番早くスピーディーに、やったと思う。この死神だけチロって気になるけど。うん。でもまあ、すごくすごく頑張ってポジティブなカードが出てるから。これは最善最速の方法速度でやったと思います。ということでですね。大変言いづらい結果なんですけれども。これかな、セットでだったんだよな。セットなのは何の意味があるんだろう。悪魔と、こっちがタワーの逆だったの。だから、これ、セットでなんかしてたんかな？ね。これ、かな？うん。まあ、これも、三角みたいな感じだったけど、これは、うん、違うと思う。普通じではないと思う。で、わざと遅らせてはない。最速です。最善、最速の方法でこれは、やったっぽいです。これに関しては。ということで。ミニミニ占いですけれども、ちょっと試しに未解決事件的なものをね、やってみましたけれども、まあ、一番届いてほしいのは、その、お願いしてきた方にどうか、これで何かのヒントになったり、何かの
気持ちがこう落ち着くとか、なんかあったら、そう、その方の、とか他のご遺族の、どうかな、これなんかね、ご遺族が何百人いらっしゃったら、全員、すべての人に受け入れられるような、この内容じゃないっていうのは認識してます。わかってます。なので、賛否両論あるとは思いますけれども。どうなんでしょうね、これ。なんか真実が明らかになるのが幸せなのか、ならない方が幸せなのか、どうなんでしょうね。もう私もわからないです、その辺は、うん。はい。ということで、この占い信じるか信じないかはあなた次第です。では、さようなら。ありがとうございます。